沸き起こる感動、絶賛の嵐、あのベルサイユのばらシリーズが新たなストーリーでいよいよファイナル。ビザシアターベルサイユのばら、28日前売り開始。4人のアンドレも登場。こんなこと気になってきたらいいな、僕のことが何でも分かる宝塚ドラえもんフェスティバル3月21日から、みんなで来てね。ねえねえねえ、今宝塚ファミリーランドにドラえもんが来てるんですって。うん、知ってるよ。ドラえもんのことなら何でもわかる。すごい仕掛けがいっぱいなの。タイムマシーンにアラビアンナイト、宇宙の冒険、それに恐竜の世界もあるんだよね。ドラえもんフェスティバル6月9日まで。宝塚ファミリーランドの人気者、ホワイトタイガーの家族に赤ちゃんが生まれました。26日に生まれた赤ちゃんは全部で3頭、その中の2頭はとっても恥ずかしがり、ほらね。そしてもう1頭はこの子。もうどこへ行くの？こらねえ、ちょっと待ちなさい。本当にもうこの子ったら。お父さんのシロタン、お母さんのシロリン、お兄さんのラージャ、そして今度生まれた3頭の子供たち、幸せを呼ぶホワイトタイガーの家族にぜひ会いに来てくださいね。どこか物足りない人、イングスならもっと夢中になれること、ずっと熱中できること、イングス。春、創業記念の阪急です。